じゃあ、そろそろ始めていきたいかなと思います。えー、今日はですね、タイトル、じゃん、えー。各、あ、いきなりすみません。ここに、こんばんは、えー。各ミートアップグループのコミュニティビルディングをの話を聞いてみようということで、えー、6回目の回となりました、えー。初めて参加する方もいらっしゃるので、とても嬉しいです。ちょっと最初の部分は、えー、毎回やってるので、まああの、基本的な部分なんで、 パパッといきたいと思いますんで、ちょっと誰かあの、スライドのリンクを共有していただければ、後から見直せるようにしておきたいと思います。えー、はい、まあ。イベント参加、オンライン参加なんですけども、まあ、雰囲気よく、えー、役の方が嫌な思いをしないようにという感じで、ワードプレスのミートアップの基本なので、皆さん、オーガナイザーの方がほとんどだと思うので、えー、ご存知だと思いますが、えー、このルールでやっていきましょう。 えー、次にですね。今日のアジェンダなんですけど、ちょっと小さくなってしまったんですが、まあ、あの、紹介と、ちょっと軽い自己紹介を、今度テキストチャットの方でやりまして、で、お知らせ、で、グループからの紹介が、えー、たくさんあります。ここがメインなので、ちょっと、あの、できるだけお時間取っていきたいなと思います。その後、えー、まあ、時間があればディスカッションというか、あの、その中で聞きたいこととかを、えー、最後に、えー、まとめてやりつつ、 えー、記念写真を撮ります。その後に、えーまあ、懇親会というか雑談タイムを撮れれば撮りたいなと思いますので、でまあ、一旦閉めますが、1時間ぐらいで閉めて、まだ残りたい人は質問など、えー、その後もできるようにしたいと思います。えー、ということで、えー、このワークショップの、あ、すみません。あ、これは、えー、戻っちゃった。あ、ここか、すみません、えー。このイベント参加におけるお願いということで、まあ、あのみんなで 作っていきましょう、えー、迷惑なことをしないようにコミュニティのコ、えード規範にのっとって進めていきましょう、えー。このワークショップの話なんですけども、ここもちょっと繰り返しになるかもしれないんですけども、えー、コミュニティのスキルを一緒に学びましょうということで、8月くらいから去年のいや8月ぐらいからやってます。えーまあ、コロナが終わってミートアップグループを再生活性化したりとか、えーまあ 世代イベントという試みがあるんですけども、まあ、そういうのを、えー、やっていこうということで、えー、コミュニティを活性化したいなという気持ちで始めてました。えー、そして、まあ、一緒にこうどうやってやっていくかみたいなのを模索しながら作っていこうということで、セッションじゃなくてワークショップということで、今回はちょっとあのお話が多いんですけども、まあ、それでも双方向で、えー、質問したりとかできればなと思ってます。でも今回が6回目なので、 えーまあ、今後はどうなるかわからないんですが、えー、こんな感じで進めてきました、えー。こういった方の参加を想定してます。まあ、皆さん、そうですね、おミートアップとかに、えー、の興味がある方とかが多いかなと思いますが、コミュニティ作りを一緒に学んでいこうという、えー、コンセプトです。運営メンバーはこの4名です。皆さん、<laughs> いきますね。 えー、もし、なんか、今後一緒に何かやりたいなっていう方がいらっしゃれば、えー、声かけてください。えー、今後のトピックっていうか、まあ、一旦6回で締めるかもしれないんですけども、まだまだやりたいことがあるので、あの、コミュニティの中でこういうことを知りたいなっていう話があれば、声かけてほしいなと思ってます。なんか、文化会っていう話もこの間出たんで、なんか、読書会とか、 あ,のまあ、あ,りありっちゃありかな。でも、この先どうなるかは、次回こうオフラインイベントやるので、ちょっとか話し合っていきたいなとも思っています。ズ、えームのチャットでお気軽に、えー、会話質問してください。ハッシュタグも一応あります。CBWJ です、えーっと。何かあれば、運営者にお声がけください。えー、meetup.com のメッセージを送信からも、えー、イベント終了後にもご連絡いただけます。 それではですね、そろそろ自己紹介に入っていきましょう。よ,くよろしければ、この内容をですね、チャットの方で書き込んでいただければなと思います。なので、お名前、えー、所属、仇、まあ、すべての項目任意なので、お名前だけでもいいですし、えー、2024年にぜひこういうことやりたいな、ということがありましたら、ぜひ一言いただければと思います。なんで、えー、ちょっとね、これ、時間かかってもあれなので、こう、皆さん、 少し書いてもらいつつ、ごちごち進めていきたいなと思いますが、自分も書いていきます。<laughs> お、早い早い。すごい、すごい。えー、っと、なんだろう。うん。セキュリティの勉強をしたいです。ってことですね。うん、なんだろう。私は。え <laughs> あ、えー、っと、あ、す えー、その前に、そうですね、鉄筋さんが、情報科の教員にジョブチェンジということで、なんかこう、高校の先生の、あの、今何を教えてるのとか聞きたい方は、ぜひ、鉄筋さんに一言って感じですね。今、どんな感じなのかもちょっと聞きたい気もしますが。隊長さん。えー、お、先のスケジュールを立てて、フットボーク。うん、TikTok を伸ばす。 どをアカウントを共有してもらってもいいんですよ <laughs> <laughs>、えー。なるほど。旅行。いいですね。仕事。なんだろうな。庭仕事とか,かな。<laughs> おぉ、旅行業者。ITab 参加者、林さん。プロジェクター買って外で映画鑑賞 いいですね。なんか別方向のイベントとかになりそうですね。なんでじゃあ、なんかこう,こう、みんな面白そうなんで、なんか面白いこと書かなきゃみたいな感じになって、じゃあプレッシャーがあるかもしれない。生き延びるいいですね。リデュース、あつうさん、再利用。うん、なるほど、なるほど。何ですか聞こえなかった。 大丈夫ですか話してもらっても大丈夫です。はい、多分今入られた方だと思います。あこんばんは。はい、はい。い。ゃあ、そうですね。みんななんかイベントに関する話とか書いてくださった方も多くて。えー。 新しく入ってきた方のために、えー、この今自己紹介やってますんで、よかったらチャットで書いていただければと思います。じゃあ、そろそろちょっと次に移っていきます。引き続き書いていただいて構いません。えー、じゃあですね、今日の、えー、運営からのお知らせです、えー。ウェブサイトを更新してます。このウェブサイトのリンクを誰かお願いします。えー、アーカイブも見れるようにしてますんで、今回もアーカイブ見れます。 えー、次にですね、一応ワードスラックにもチャンネルあります。今あんまり活動してないんですけど、後からなんか聞きたいことあったとかあれば、あの、投げていただければ、メールとかなくても聞けます。えー、ですね、リアルイベント、先ほどもちょっと言ったんですけども、えー、ワードキャンプ関西がありますが、その前の日が、えー、本編の前の日がコントリビューターデーで,で、さらにその前の日にリアルイベントをやろうということになりまして、えー、三宮周辺で、 えー、15時からなので、ちょっとまだ、あの、そんな日に行くのを決めてなかったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、もしお都合が合えば、えー、22日にですね、お会いできればなと思いますが、まあ、あの、ワードキャンプ関西に行かれる方は、どちらにしろ、えー、コントリビューターでとかもありますし、お会いできればなと思ってます。また、詳しくは、えー、リンクの方でご覧ください。ということで、それでは、それでは、えー、あ、これすいません。 告知です <laughs>。これがイベント告知になります。えー、本編の Meetable Group ルルの詳細、紹介に早速入っていきたいなと思います。えー、今回ですね、えー、あの、複数のところに、あの、お声がけして、コミュニティの、あの、まあ、コミュニティビルディングっていうワークショップなんですけども、えー、そういった工夫をされているような気がした <laughs> ところに、あの、 各地の方にお声がけさせていただいて、あと、まあ、あまりこう、あの、他の地域の方がその地域の活動を、あまり、あの、まだ知られてないのかなっていうところも、あの、あったので、そういうところで聞いてみたいなということで、いくつかの地域にお声がけさせていただきました。皆さんありがとうございます。えー、早速なんですけれども、えー、V の方からご紹介いただいても大丈夫でしょうか準備は よろしいでしょうか。はい。ぜひ。はい。では、お願いします。お願いします。これ、中尾さん、これ、あの、スライドってどういうふうに送っていく感じになるんですかあ、まずいきますね。ちょっとそれは戸田さんの方が詳しい感じです。とりあえず、スキーマですね。言ってもらえれば。はい。はい。よろしくお願いします。福井ワードプレスミートアップの共同オーガナイザーしております、鉄筋こと森川と申します。よろしくお願いします。 はい、えー、と福井ワールドプレスミートアップですけれども、おー今、運営体制としては、まあまあ、オーガナイザーは、まあ、共同オーガナイザープラスアシスタント、イベントオーガナイザー,あー、10人、計10人の体制でやってまして、で、まあ、あの Facebook のメッセンジャーグループでいろいろやり取りしながら、まあ、業務連絡とかしながら進めています。 で基本的にはやってましてイベントの企画運営は、まあ、メインサブの担当の2人体制を作ってローテーションで組むとローテーション組んででやるようにしていますであの、まあ、初めての運営に関わるっていう人もまあ難な,なくこうできるようにできるだけこうあのスムーズに作業を進むようにドキュメントに、まあ、あのノウハウとまとめて、えー 運営の支援をしているような感じです。はい、次お願いします。はい、えー、でですね。あのイベント開催については、オンライン2回、オフライン1回というのを交互にやるっていうのを。まあ、基本的なローテーションとしてやるんですけども、まあ、ちょっと、例えば、8月とか、あ、ちょっと人が集まりにくいような時には。だ、パスするような感じで、まあ、まあ、大体、まあ、ゆるくですけれども、こういうふうな、あの。 で、やっていますで、えー、と毎回のトピックなんですけども、基本もその毎回担当するメインとサブの人がたん、なんですかねあの、まあ、その時々に興味のあることとか、あとはなんか最近こう、知ったこと、勉強したこと、学んだこととか、えー、興味のあることなどなど、そういったものを、まあとランダムにやっていくという感じで。 えただ、ああワードプレスのセキュリティに関するトピックっていうのは、できるだけ定期的にあの盛り込むようにして、初めてあのミートアップに参加された方も、そういった知見を得られるような、そういうふうな組み方をしています。えー、と会場についてはですね、オフラインの会場については、文字に書いてありますように、流浪の民状態でございまして。 えー、毎回あの苦労しながら探していると。で、地方の場合は特に駐車場問題というのがありますので、はい、あのここをですね、いつもあの悩みながらやっているという感じですね。これ、今、写真出ているのがこの間、先週の土曜日にあったオフラインのミーティングで、ここがたまたまあのー、全く別件の仕事で知り合った工務店さん、まあ、とはある工務店さんのフリースペースというのが、 ありましてでそこをお借りすることができて、電源、w i f i 揃っているという、非常にいい空間で、この間はすることができました。はい、じゃ次お願いします、はいえー、工夫しているところでいうとあの、開催日時を基本的には第3土曜日の午前中にしていますで、午前中にしているのは、午前中に開催にすると、午後から皆さん、予定が組みやすい。あのまあ 結構前は午後土曜日の午後ってやってたんですけれども土曜日に午後にすると、まあ、それでなんかこう予定が埋まっちゃうみたいな感じになってしまうんで、えー、午前中開催にしてで午後から皆さんフリーで動けるようなで,できるだけ参加しやすいようなスケジュールにしていますであとはあのーまあ、会場の,その、まあ、オフラインオンライン関係なくなんですけれども、まあ、とにかくなんかこう初めて来た人も えー、なんか一と言を発言してもらえるようにあの、まあ、自己紹介してもらうというよりかは、えー、話を振るようにして、えーまあ、何でもいいんでちょっとあの感想を聞いてみたりとか、えー、最近の近況をちょっと聞いてみたりとか、まあ、何でもいいんで、えー、一言ちょっととにかくあの発言してもらえるようにそういうふうなあのムード作りを心がけています。であのやっぱ初めて来られる方っ っていうのはなかなかその結構ですね、なんかあの、こう、ワードプレス歴の長い、つよつよな方がこういたりすると、結構なんか発言するの ちょっと引いちゃったりとか、えー、ちょっとあのしちゃう感じなんで、まあ、できるだけそうならないように、まあ、とにかくその初心者歓迎とか、最初みんな初心者だったんだよとメッセージを、まあ、断るのとか、大原井さんの方から発したりとか、そういう雰囲気を演するようなことを心がけています。 最後のスライドかな次が。はい。で、最後のスライドです。えー、悩みどころは、まあ、とにもかくにもオフラインの会場選びです。もうずっと、うん、点々としています。固まってません。それから、参加者の満足度を上げるためのトピック選び。これもなかなか難しいんです皆さんが満足できるトピックっていうのは、なかなかその難しいので、えー、っと、 大体大きく2つにプログラムを分けてで後半は相談会とか雑談会みたいな感じでできるだけその、まあ、何らかの,そのお土産を持って帰れるようなそういうふうなプログラムの組み方をしています。あとは、えーまあ、さっき冒頭言ったようにあのオーガナイザー運営はまあ10人ぐらいの体制でやってるんですけれども ま全体的にそのスキルの底上げというのをどうしていくかというのが課題かなという、特にそのイベントの時のモデレーター、うまくその場をこう回してもらえるような、あのーまあ、そのその辺のこうスキルアップというんですかね、えー、そこをまあいかに測っていくかというところがちょっとまあ悩みどころというか、まあ、ここをやると、えー、こ,この,辺のなんの知見がこう共有できると、こう世代交代というんですかね、あのいろんな方に。 イベントの運営に参加してもらえるんじゃないかなというところを考えています。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。おっとと聞こえますかはい。はい、<laughs> えっと、そうですね、あの、モデレーターのスキルアップ、このあたりはちょっと詳しく聞いてみたいなっていうところがありますけども、はい、はい、今後も、あの、続けて、先生になっても <laughs>、引き続きという感じで。続けてみます。はいはい、はい、素晴らしい ありがとうございます。うん、はい。それでは、じゃあ、ちょっとなんか時間が心配なので <laughs>、そのまま次に行きたいと思いますが、質問などあれば皆さん、あの、引き続き、あの、書いてもらって大丈夫です。ありがとうございました。えー、それではですね、えー、次に石川になります。えっ、ー、と、スピーカーの皆さんももしかして矢印が出てれば、あの、自分で、ご自分でスライド、次に行けますが、もしわからなかったら教えてください。それでは、石川さん、えっ、ー、と、 石川ワードプレスミートアップの挙動オーガナイザーの中谷と申します。よろしくお願いします。矢印出てたので押せそうです。<laughs> はいえー、と石川はですね、できたてほやほやと言いますか、できて1年、えー、とちょっと過ぎた感じです。はいで 現在4人の共同オーガナイザーで運営しています。で、共同オーガナイザー同士のやりとりは、LINE グループで、あの、ゆるーく <laughs>、何日に開催しようと思うんですけど、あの、日程空いてますかみたいな感じでやってます。はい。それでですね、あの、まだ始まったばっかりっていうこともありまして、立ち上げた経緯が、私の石川県が、あの、 ずっと、私3年前ぐらいからワードプレス使い始めたんですけど、あの、ミートアップを石川県でやってないなって思いながら、誰かやってくれないかなと思いながら、2年ぐらい待ったんですけど、<laughs> あの、立ち上がらなかったので、私もちょっとワードプレス開発にも携わってきたので、何か、あの、知識も提供できるかなっていうところで、え始めさせていただいて、あの、とにかく続けることを目標に、 続けた一年でした。<laughs> はい。で、月一ぐらいでやってます。はい。それでですね、あのー、まあ、あ私がやりたいからやる。で、あのー、挙動ガナイザー他に4人、4人他に3人いるんですけど、あの、手伝ってくれているっていう状況の体制だったんですよ。1年間は。はい。なので、あのー、 まあそういうので、とにかく続けるっていう一年だったんですけど、今年は、年1回は各共同オーガナイザーが何か、あの、主催する形をとっていこうっていうことで、徐々にその、それぞれが、あの、何ですか、ね、イベントを考えるで開催するっていう風にできたらなと思って、はい、今年は考えています。 でやるといいかもと思う企画をもう事前に1年分ぐらい案 <laughs> 出しはしてあって、あとはやっていくだけっていう形にはなってます。はい。でですね、イベント開催は、まあ、基本的に月に一度なんですけど、ちょっと正月にあの地震が起きてしまったので、あのー、で、私のところは鹿町に私住んでるんですけど、ちょっと地震が大きくてですね、あのー 水がやっと最近出たっていうこともあり、ちょっとお風呂に通ったりとかいろいろバタバタしてたので、の今年はちょっと今年じゃない、今月はちょっとお休みさせていただいて、来月の24日からまた月一で開催していこうと思ってます。で、開催する内容は今日動画内座それぞれの得意分野、もしくは興味あることで、えー、ワンドプレスに関連することでイベントを開催しています。 で,ですね。石川もやっぱり、あの、その場所、開催場所がすごい悩んでたんですけど、えっと、金沢市ものづくり会館っていうところがあります。で、駐車場が無料で Wi-Fi もしっかり使えるし、あと、プロジェクターが無料で借りられて、大体、えっと、費用が、 2000円はいかないところがあるので、まあ悪くないかなっていうところで、そこ,こで決めていこうかなと思っています。はい。で、工夫しているところですね。とにかく、あの、続けるっていう、<laughs> 今、目標にしたりとか、まあ振り分けるっていうのは目標ですけど、今、えっと、共同がないナイ無理のない範囲で、あの、やっていくっていうことを、あの、 大切にしています。あとはですね、開催したときに、初めに全員の自己紹介から大体入るようにしています。そして、あの、まあ、えっと、ニックネームだとか、えっと、参加して知りたいことなどを必ず聞くようにしています。で、初めに、あの、その自己紹介とか自分から発言してもらうことで、あ参加しているんだって実感を持ってもらって、積極的にイベントに参加して、 もらえるよううにっていう意図があります、はい、あとですねあの、2時間ちょっとしんどいなと思った時が <laughs> ありましたあの、オンラインイベントの時に。なので、あの私は1時間半で一度閉めるっていうあのふうにしてます。なんで、そのまあ、一応2時間で枠は取ったんですけど、1時間半で閉、えー、める、はい。で、こういう知識は前半で話すので、早く抜けたい人。 がいる場合に配慮しているのと、あともし盛り上がらなかった場合は早めに切り上げて、あ、じゃあ今日はこれで終わりますって言えるような状態にしているっていうのがあります。あとうですね。私がまあ結構楽観的なので、結構失敗してもいい精神でやってるっていうところがあるので、まあ失敗しないように努力はしてるんですけど、えっと、左の写真はすごい大変だった。初のフォトウォークだったんですけど、あの雨ですごい大変でした。<laughs> あの、連絡がすごい取りにくくなってしまって、その、フォトウォークをもしこれから開催する方は、はじめにその参加者の、あの、電話電話とか連絡つくのをやっとかないと、大雨にだんだんなってきちゃって、 やめますって言いたくてもう連絡取れないっていう状態にちょっと陥ってて大変だったので、まあ今回ちょっと1回目からちょっと大失敗してしまったところはあるんですけどね、もう皆さんあの、あの楽しかったっておっしゃってくださる方も多くて、あの、ありがたかったんですが、まああの、失敗しながら徐々に改善を続けていっている状態です。はい。 でですね、あの、ちょっと福井さんが立派なあの、悩みだったので <laughs>、お恥ずかしいんですけど、ちょっと悩みが出てこなくなったっていうのがあるんですけど、まあ、今回の地震でワードプレスでできることって何だろうってちょっと考えながら、なかなか思い浮かばなかったのと、あと、ワープーの画像、GitHub、すいません、なんかコミュニティの話じゃ全然ないんですけど、GitHub に上げなきゃ、上げなきゃと思いながら、GitHub、すごい全然使え、 使ってないから <laughs>。すごい。アップの仕方がわからなくて悩んでいて、なんか、なんかもっと簡単に、なんだろう、フォームとかで送れないのかなって思ったりもしてるんですけど、まあ、とりあえず今度 GitHub で頑張ってあげようと思ってます。一応データは、あの、知り合いが作ってくれたので、はい、頑張ってあげようと思います。はい。でですね、まあ、地震が起きたっていうこともありまして、高野さんからお声かけいただいて、寄付 の呼びかけもして大丈夫ですよっていう話だったので、一応今、ここ QR も貼ったんですけど、えっと、支援としては、まあ、義援金と支援金っていうのがあって、義援金はなんか、あの、あ支援はま、支援する団体、あの、救助とか、例えば被災地の、その、支援っていうか、食べ物とかの、 やつに当てられるんですけど、義援金っていうのは、あの、一人一人に交換でですね、お家がブレてちょっと綺麗にしなきゃいけないとか、そういうのが一人一人に、あの、少しずつ当たるっていうようなやつなので、これから必要になってくるのはもしかしたら義援金かもっていうのと、あと被災したお店が今運営できないので、あの、被災してオンラインショップを持っているところは買ってあげると、あの、いいかなっていうところがあるので、まあ是非、ぜひ。 あのご利用ください。っていうところですね。はい。以上になります。ありがとうございます。どうもありがとうございます。すいません。なんか本当にあの来ていただいただけでも <laughs> 本当に嬉しいんですけれども、ご無事であの来月からもう始められるということで、あの皆さんのね。無事な姿でお会いできると嬉しいと思いますし、なんかすごくあの1年ということで、なんかこう新しい。 って言われてましたけど、すごいなんかいい感じであの運営されてるので、あのとってもあの参考になるなと思いました。はい、どうも本当にありがとうございます、中谷さん。この,あのリンクの方もまたあの後ほど共有しますね。はい、ということで、えー、それでは、はい、次の方に行きますね。えー、富山、ということで、えい、ー、らっしゃるかなはい。 はじゃあ、あ栗田さん、よろしくお願い,いたします、はい。はい。えっ、ー、と、初めましての方もいらっしゃるかなと思うんですけど、富山ワードプレスミートアップの共同金井さんの栗田と申します。よろしくお願いいたします。ええー、聞こえてるで、大丈夫ですか?。はい。はい、<laughs> えっと、遠山の方は、えっ、ー、と、四人の共同金井座でや。って で,いますで、やり取りはメッセンジャーまたは LINE でやっていて、以前はあの富山のオーガナイザー、古川さんって方に、えー、ずっとやっ,ていらやっていただいてもらってたんですけれども、えーと、私の方に世代交代したという形になっています。<laughs> はい、えー。で、そうですね、富山のワードプレスミートアップなんですけれども、月1の平日午後に開催しています、あのー。ちょっと私自身もそうなんですけれども、土曜日が、 もう一日ちょっと子育てと、あのー、習い事とかで潰れてしまうのでそういうのもあってもともと平日午後やってたんですけどそのまま平日午後を開催しています。はい、でワードプレスのアップデート情報の共有だったりあとやっぱり、えー、と初心者の方がやっぱりちょっとないがしろにしがちじゃないんですけど定期的にセキュリティの話をすることによってあと安全にワードプレスを楽しんでいただくっていうことも 込みであと、ミートアップ中に出た話題などを横展開にして次回の、えー、題材にすることも多いです。なんかプラグインでこういうのってあるのかなってったらじゃあ次回今度詳しくやってみましょうかみたいな形で進めています。で、富山のワードプレスミートアップなんですけれども、駅近くの会場をいつも押さえることができています。で、えー、そこ Wi-Fi もありますので、えー、リモートもつないでハイブリッドの形で行っています。 はい、工夫していることなんですけれども、まあ、ずっとリアル開催でやっていたんですけどやっぱりリアル開催の温かさを優先しつつ、コロナ禍でやはりオンラインでつながった、えー、今、実際、ハイブリッド、両方、リアルでやりつつ、えー、とオンラインもつないでいるんですけども、東京の方だったり、えー、静岡、愛知の方だったりが参加していただいているのえー、コロナ禍でつながったつながりなので、せっかくなのでということで、ハイブリッドでやっています。 で、えっと、繰り返しになっちゃいますけど、初心者のためにセキュリティバックアップの話はしています。というのと、やはり、あの、えー、ハイブリッドでやっているので、まあ、リアルが盛り上がっているときに、オンラインの方がなんか置いてけぼりにならないように、えー、オンラインの方のチャットとか拾ったり、オンラインの方に話題振ったりするようにしています。で、えー、題材に関しては、えっ、ー、と、今年1月、まあ、今、えっ、ー、と、今週、 ミートアップをやったんですけども、今年1年何やろうかっていうのをみんなでアイディア出しをしましたで、アイディアとしては十何個出てきたので、今年1年分の題材は回収できたかなっ思っていますけれども、えー、一応なんか毎回困りごとは何ですかってミートアップ申し込みの時に聞いていて、えー、事前に分かっていればそれ用のスライドを、えー、僕の方で作りまして、当日、 皆さんに、えー、とお知らせできるような形とか解決できるような形にしていったりは工夫しているところかなと思っています、はいで。悩んでいることなんですけれども、どうしてもちょっとスライドの準備などが担当が偏るってところなんですけれども、ちょっとやはり難易度が高い質問だったりすると、エンジニアとかプログラマーさんとか、いや例えばインフラに強いとかセキュリティに強いとか。 というメンバーにどうしてもスライドの準備が偏ってしまうところやっぱり大変かなと思っています。あとは参加者が僕今40手前ぐらいなんですけれども。 に30代前半とか20代の方がいらっしゃらないっていうのがちょっと悲しいかなと思ってて、えー、そこの参加者を増やして、まあ、どうしても平日の午後やっているってところでどうやって増やすんだってところもちょっとあるかなと思ってはいるんですが、えー、増やしたいなと思っているのが正直なところです。はいえー、でこのまま進めます。はい、でこれ、話してしまって大丈夫ですか僕 ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。はい、えっ、ー、と、北陸合同ワードプレスミートアップっていうのを、えっ、ー、と、コロナ禍前からやっているんですけども、今、えー、2023年12月に4回目を行いました。えっ、ー、と、こんな形ですね。えー、毎年12月に、えー、開催しています。 えー、北陸合同なので富山、石川、まあ、石川は去年からという形になるんですけど、富山、石川、福井で毎年金沢で行っています、12月の頭に行っていて、これ意外となんですけど、北陸3県、まあ、福,井福井もちょっと冷南とか、オ鶴が小浜の方まで行くとちょっと遠いんですけれども、福井市とか、えー富山えー、石川とあと富山市ぐらいまでですと、意外と距離が金沢まで近いので、みんな集まりやすいかなと思って開催しています。 で、昨、え、年、ー、と、ととまではセッションと LT だけの割とセミナー形式をずっと行っていたんですが、うんえー、2023年、去年はアイディアソンみたいな形でワークショップを行いました。えっ、ー、と、やはり、えー、3県にまたがって、県をまたがって、かついろんな職域の人がいるので、もっとつながって仕事につながったりとか、なんか困りごとみんなで解決できたりっていうとか、うん いうふうな、えー、今後のなんか役に立つようなことにの,ああのきっかけになってほしいなという思いでやっているので、ちょっとワークショップを取り入れてみて、結構これが盛り上がってよかったかなと思っています。えー、そうですね、石川のと富山あ、福井の森川さんと中谷さんにすごいお手伝いしていただいたんですけれども、よかったかなと思っています。また、えー、来年、今年ですね、今年も開催していきたいと思います。はい、もし、 これ十二月なんですけれども、なんか時間タイミングが合うようでしたらまた参加していただければいいかなと思っています、ね<笑><笑>えー。以上です。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ますえっと他の県の方からもあのクリック三県のええ北京さんやえっ、ー、と中谷さん何か追加とかありますでしょうか。 これは見事なプレゼンテーションでしたので。あそうらしい。見いただきました。他の県の方も参加してもいい感じですよね。全く問題ないですね。全く問題ない。はい。いいですよ。冬の北陸は冬の覚を味わいに来てください。はい。ぜひね。私は栗田さんがなんか最後ビデオのやつ流してくれました。当日のダイジェストみたいな。 いやあ動画も撮ってあったっていう、ね、あ当日、えっ、ー、と、全、えー、ちょっと準備で動画を撮っときつつ、当日、みんなの写真をいっぱい撮って、それをクロージングのタイミングで全部動画に、一つの動画にして、<laughs> すごい。探したんです,、はいえー、ですね。ええすごいね。楽しみにしました。<laughs> おいいいですね。なんかこう、ちょっとたまにこうね、あのみんなで合わせてちょ、ちょっと大きめのイベントとかやると、アイディアソンっていうのもすごい。はい あの楽しそうでいいですね。もう結構、なんか他の地域でもあるかもしれない。昔なんか九州とかでもたまに合同でやってたようなのがあったんですけどね、んそんななんか毎年とかではなかったので、か毎年12月にやるっていうのがすごいいいかもしれないですね。うん。なるほど。忘年会込みみたいなとこありますか <laughs> いいですね。最高ですね。<laughs> ありがとうございます。えっと、はい、そうですね。なんかこう、えっと、バックアップはどんな感じでやってるのかなとか、20代の参加者増やしたいわかるとか、いろいろコメントいただいてるので、はい、また、えー、後ほど、ディスカッションの時にでも話していければと思います。はい、ありがとうございました。えー、では、それではですね、えー、次の、えー、横浜の方で、えー、高橋さんかなあ石井が、 いいいはい、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えっとかな、神奈川の中の、えー、アワードプレスミートアップの中で、まあ、横浜フンとしてやってます。えー、まず今、2人の共同がないナイ高橋さんと2人でやってます。で、やり取りはメッセンジャーと Google ドライブやってます。あの一時期、ノーションでやりましたけど、あれ、なんか、 えっと、二人、えー、共同でやってしまうと、あのな、すぐに上限に行ってしまったので、まあ、Google ドライブでやってます。で、ちなみにこれ、えっ、ー、と、ワプーの、これ何のワプーか分かりますかこれなかなか、あの、答えてくれる方がいないんですけど。ペ <laughs> リーさん、青いんだ、髪。これ、あの、はい、ペリーさんです。 <laughs> まあなんか横浜のちょっと生かした感じでやってみました <laughs>。で、えっ、ー、と、次ですね。えっと、基本的にまあ月1ですね。で、毎回まあ25人ぐらいの参加者でやってます。で、えっ、ー、と、ずっとオフラインでやってます。 で、会場は、あの、まあ、神奈川県民センターっていう横浜駅から、あの、徒歩5分ぐらいのところで、まあ、割と近いところでできているので、まあ、そこで、あの、ほぼ毎回やってるというような感じです。で、えっ、ー、と、司会進行は、その高橋さんと交代交代でやってます。で、ちなみに明日、えー、27日ですね、あの、 えー、第15回開催予定です。で、えー、工夫しているところなんですけども、えー、と、最初、まあ、ワードプレス、まあ、黙々会というような名目でやってたんですけど、まあ、第1回やった時に結構、やっぱり黙々会って、一人でこう、黙々と仕事するような感じ なので、まあ、シーンとしたような感じだったんですね。で、その時、やっぱりこう、まあ、どうせ参加者がこう集まってるので、まあ、皆さんこうと交流して、こう、話し合っていけたらいいよねっていうところから、まあ、交流会っていうふうに、横浜ワードプレスミートアップ交流会っていうふうなタイトルにして、まあ、交流が中心にしてるよっていうところっていうのと、 まあ、黙々ってそもそもなんかそんなにこう一般的じゃないよね。そもそも黙々ってなんだよみたいなところもあったりもしたので、まあ、交流会ってところにしました。で、あとは、その、まあ、えー、あ結構他のところってトピックス、トピックを、まあえー、上げて、そこであの話し合うっていうところが皆さん、えー、多かったと思うんですけども、 横浜は特にトピックは設けてないです、毎回。で、まあえー、交流会なので、皆さんがそれぞれ話し合って、それぞれがこう、うん、問題を解決していくようなうような会にしていきたいなというところで、まあ、そんなような流れにしています。で、やっぱりこうみんなが自然にこう話し合えるような場作りっていうところを、まあ 工夫していけたらいいなというところで、まずこう、えー、机を、まあ、最初、セミナーみたいな感じで、みんな前を向いたようなあの配置だったんですけど、それを変えて、えー、対面、えー、になして、それぞれの顔が見えるような形にして、で、つ、島を作って、一つ4人ぐらいの島にして、で、えー、やってます。で まず、始めるときに、全体の自己紹介をまあ1人30秒でやってるんですけども、その後に、この後は交流会始まりますっていうところで、まずは交流会始まったときに、またそれぞれその島の中で自己紹介、改めてやってみて、始めてくださいみたいな形で始めて、その島で えー、すぐにこうお話ができるような形にしています。であとは、えー、と写真の上側にある、えーとまあ、紙の立てるようなやつなんですけどまあこちらを、まあ、最初受付をした時にこう今日の気分は何ですかみたいな形で選んでもらう。 で、一、まあ、人で作業したい方もいらっしゃれば、まあ、質問したい人とか、あとはえと雑談をしたいっていうところの気分を置いてもらって、まあ、そこでその参加者がどんな気分なのかなっていうところを、まあ、一目で分かるような形にしてみました。はい。で、まあ、これをやることで結構い、うんえー だんだんとこうそれぞれが話していくような場になっていってるかなというところを感じてます。うん、で、えー、次が、えー、悩んでるところなんですけども、えー、と今2人しかないので、まあ、急遽一1人がいなくなったら1人で、えー、動かさないといけないというところがあってでそうなると,、えー、となんか 小物とかそれぞれ持ち出してこう会場に持っていくんですけども、それをどうしたらいいのかとか、お釣りとか、現金であの参加費いただいてたりするので、それのお釣りとか、なんかそういったところのえどうしたらいいのかなというところをまあ考えたりしてます。っていうのと、当日やっぱり、 えー、こうドタキャンというか、うん、あのキャンセルする方が何人かいらっしゃったりするので、まあ、そういったところを皆さんどういうふうにあの対応されてるのかなというところが気になるところです。であと、えっと、ここに書いてないんですけども、えっと、今、集客に関して、今、えっと、ミートアップ ワードプレスの管理画面に出てきま,ますよね。で、そこからの来ていらっしゃる方がほとんどかなと思っていて、でその他になんか集客しているものが皆さんあったら、なんかちょっとお聞きしたいなというところです。以上です。ありがとうございます。えー、っと、そうですね、なんか面白い工夫とか。 いろいろありがとうございました。えー、会場もなんか確定している感じでいいですけども、そうですね、新しい方がどうやって来てもらえるのか、これはアイデアある方がいたら、ぜひコメントか、<laughs> ディスカッションの方で教えてください。あと、さっきもありましたけど、まあ、違った世代の方とか、あの来ない、今まで来なかった。 タイプの方とかがどうやってリーチするのかみたいなのは、えー、悩ましいところですね。ありがとうございます。SNS。うん、そうですね。はい。ということで、では次ですね。えー、宮崎の杉下さんにお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、聞こえてますかね大丈夫ですかね。はい、はい。えっ、ー、と、 宮崎ワードプレスミートアップで立ち上げてます。えっ、ー、と、コロナが明けた頃にしたので、まあ、私が一番若造かなと思ってたら、石川県の方がまたその後に入ってたっていうことで、ああ、と思ったけど、教えてもらうことの方が多そうで、何か全然やっぱり僕が一番初心者かなみたいなことを思ってます。えっ、ー、と、共同オガナイザーしてますけども、本当にまだ一人。 なんですよねこれがまあまあこのたの問題点でもあるんですけど、はい、私一人でやってます。で、ねえー、やりとりっていうのもまだそんなできてる感じじゃなくて今、えー、と回数次が6回目なんですけども、えー、と私がこういうまあ一人でこう全部やってる感じでミートアップの中で通知告知をして、まあ、何かしら とあの質問とかがあると、ミートアップ内で答えていることがほとんどです。Facebook グループ立ち上げてはいますけど、ちょっとま,あまだ見られて、ほとんど見られてなくって、まあ、告知しててもあんまりこう、うん、広がってないなみたいなところを思っているところです。で、えーとまあ、私1人でやってるっていうところですけど、えー、ちょっと 頑張りたいなみたいな感じのことを前回こうお話しされてた方がいらっしゃるので声をかけて二人体制にしたいなと思っているところです。まあ、こんな状態で運営をしています、まああのー。原則としてまあ2ヶ月からまあ伸びたりして3ヶ月に1回のペースを目標にやっているところです。えー、なかなかやっぱり一人でできてなくて。 もっと上げたいなと思う、やりたいなと思っているところなんですけど、まあできてないのが現状です。で、場所の確保が最初ちょうど、んーまあコロナもあったタイミングだったからかもしれないですけど、確保はなかなか難しかったんですけど、ちょうど今年、うちはもう去年、去年の春ぐらいに、宮崎市の、 えー、公共的な場所宮崎市民プラザというところの改修工事がちょうど終わってまあお安く、えー、と20人程度の紹介技術だと、えー、場所だけだ,だったらまあ1000円で借りれるだあのあのプロジェクターとかちょっと備品あと電気使えますってなったとしても1900いくらぐらいで大体終わるので。 まあこれはちょっと助かってるかなと思ってます。で、あの駐車場も、えー、と2時間無料のところがあるし、まあ、ちょっと歩けばただでも市が確保してくれてるというもがあって、それ会場面ではすごく助かってるんです。まあ、そこはいいんですけど、あのもしまた何かしらここが借りれないとか、やっぱりちょっとょ公共の場所は人気なので。 かなり早く抑えなくちゃいけないっていうのはちょっと、うん、危ないなと思ってるところです。あの、今さっき皆さんの話聞いてると、ああ、次回こんな話したよね、みたいなことあって、じゃあ早めにしたいねって言っても、まだ、あ、大体1ヶ月とかじゃもう空いてないので、まあ、2ヶ月、3ヶ月先にまだ良くなっちゃうかなっていうところがあってます。で、えー まあ、工夫しているところなんですけど、まだあのそんなにこう育ってないっていうか、あのー、ミートップのサイトの中で、えー、メンバーになるというのは、ちらほらとこうち,ょこち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 ょこ通知が来るので、まあ、増えてるなっていう感じはあるんですけど、あのー、実際に来られるっていう方はまだそんなになくって、いつも12以下の参加者になってます。 まあそのぐらいの人数なので、逆に全員あの自己紹介がしてもらえてますで、こんなこと興味ありますとかいうようなことを、何でも,もう話してもらうようにしてもらってるので、でまあ、10人ぐらい、10人か、大体8人とかなので、まあ、あの話が振りやすいというか、まあ、自己紹介も大体そのぐらいと私も覚えてれるので。 あの話題の中で触れるようにはして何かしら一言は喋って書いていただくようにしてもらってます。ねえー、と基本、まあ、もうちょっとこう洗練されたいろんなこうアイデアを先ほど見,たあの見せていただいたんですけどやっぱり後半黙々会にするっていうか後半雑談会っていうような感じにしてるっていうのはあの私の方でもやってます。ね あのもうその中ではあの、ワードプレスから話が離れるってこともかなりあるんですけど、まあ、それでも全然、えー、OK で、とにかく皆さん交流してもらって、また次回来たいねっていうぐらいにしていただけたらなと思ってるところです。ただまあ若干、この後のこの反省点あうちが困っているところで、まあ、このあたりが出るんですけど、えっとまあ、一番悩んでいるのは、やっぱり人対して。 なので、自分に何かあった、まあ、例えばね、コロナで熱があったとか言ったら、もう,もう全部中止になっちゃうようなところもあるので、まあ、早くもう一人でも確保しなきゃなと思っているところです。えー、と先週、熊本でミートアップがあったので、ちょっとあの遊びに行かせてもらったんですけど、まあ、あのやっぱりこれまで一人だったのが二人になってちょっと良かったっていう話をそこで聞きましたので、 ああ早くしなきゃなあと思っているところです。ともう一つその他っていうと <laughs> あの、残しちゃいけない方がいいかないで <laughs> とはいてないんですけど、あの、なんでしょう、雑談会っていうか、お互い教え合おうみたいなところが出てきたときに、うん、なんですかね、小学者がうち多いんですけど、すごくもう本当に、 ブロックエディターをやっとカット触ってますみたいな感じのところが多いんですけど、そこで困ってる方に、ああ、そこはもうクラシックエディターでこう書くんだよって行動説明してほきやがったりとかしてるところちょっと今、うん、その感じかな、どうしようかなみたいな感じの、この、何でしょう、押し合いの中ってコントロールできにくいっていうところがあって、うん、そこをな。 私がいやいや、こうでしたって、強引に持っていくのもっていう舵取りが少し難しいなっていうな、なんでしょう、<laughs> ここに文章に書きたくない悩みがちょっと <laughs> あります。<laughs> まあ、あの、はい、今日はちょっと皆さんの勉強させてもらって、いろいろ生かしていきたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございますその最後のやつ 結構あるあるというか、まあ、あの、運営したことある人みんな経験したところかなっていう思うんですけど、もう多分、なかなか答えもないのでね、なかなか毎回思うところはあると思うんですけども、まあ、あのね、あの、福井のようにこう、初めての方は、もう必ず通る道というか、こう教えてっていう感じもあると思いますし、まあね、なんかお互い教えてもらうとか、いろいろあるんでしょうけど。 まあ、毎回結構悩ましいですよね。はい。ありがとうございます。えー、っと、そうですね。えー、っと、複数体制にするコツなど、あの、皆さんございましたら、声かけの仕方とか、こういった方に、あの、お願いしたらとか、ありましたら、ぜひコメントなどで、えー、書いていただければと思います。はい。どうもありがとうございました。それではですね、えー、もう8分残りになってしまったんですが、えー、関西が、 思っていますので、つぶさん、お願いします、はい。はい、お願いします。えっ、ー、と、じゃあ、あ関西ワードプレスミートアップのお話をさせていただきます。えー、関西はですね。えっ、ー、と、もう大阪、神戸、京都、滋賀、奈良と、えっ、ー、と、今最近はないんですけど、平方で開催をしていました。えっ、ー、と、和歌山とか三重は、ちょっと最近して、えー、過去にはなかったっていう形で。えっ、ー、と、共同オーガナイザーが二十名ぐらいいるような、ちょっと大規模なグループになっています。 でその関西という枠の中でも、えーと、中で大阪があったり、神戸があったり、みたいな形で分科会みたいな形で分か、えー、れて、えーと、イベントをしているみたいな形で、ミートアップをしているというような形です。 でオーガナイザー同士のやり取りは基本的には Facebook グループで行っていて、えー、と参加者さん、メンバーさんとのやり取りっていうのは、えー、とミートアップの、えー、とグループチャットだったり、えー、とイベントチャットみたいなところで、えーとまあ、当日遅刻だったりそういうところの相談の連絡みたいなところは行っているような状況です。でえーとまあ ミートアップの開催方法に関しては、そのオーガナイザーの中でやりたい人が、えー、やりたいことがある人が手を挙げて、今月これをしたいねんとか、まあ、来月これをしたいねんみたいな形の時刻申告制で会場も用意して開催するような形の流れをとっています、えーとまあ。イベント開催にまつわることとして、えー、と大阪として、えー、と僕は大阪。 にえー、といるので、大阪のオーガナイザーとしてさせていただいているんですけれども、えーと、毎月開催が目標で、えー、キスズきはです、ね、企画系のミートアップ、えー、を行っている形で、グースズキは黙々会という形で、黙々会と、まあ、初心者さんの相談会みたいな形を同時にやっていて、えー、とこのグースズキの黙々会を、えー、と僕の方で担当をさせていただいているという形です。で神戸の方が、えー、と2024年1月ついこの間ですね、えー、と先,先週の末かな。 から、えっ、ー、と、開催があって、えっ、ー、と、一応今月から、えっ、ー、と、まあ、毎月開催っていう形を行っていく予定。えっ、ー、と、聞いています。で、その他の地域は、今のところ、えっ、ー、と、次の開催とかは決まってないみたいなんですけど、も適宜開催っていう形です。 でえーとまあ、大阪、ちょっと規模が大きいところではあるんですけれども、会場選びがえと難しくて、えーとまあ、小さな会場だとやっぱりキャンセル待ちが多く出てしまうっていうところがあるのと、まあ、大きな会場だと逆に事前の準備が大変だったりとか、まあ、料金が高かったりっていうところで、足踏みしてしまうみたいなのが、えー、と今の現状です。 でえーとまあ、工夫しているところ、まあ、これ、えーと、主に黙々会に関してなんで、ここはちょっと僕がやってることに対しての、えー、と感想であったりとか、えー、と工夫しているところっていう形になるんですけれども、えー、とミートアップと黙々会の説明を、会、まあの一番最初に行って、その後に全員もう参加者さんが、えー、と20名いようが、40名いようが、えー、と全員の自己紹介タイプを。 タイムを設けています。で、それがまちょうどいいアイスブレイクになっていて、えっと、まあ、その中で、えっと、あ、さっきそんな話させて、えー、していたよね、みたいな話で、えっと、その後の雑談にも活かせてるかなっていう形です。で、黙々会中では、えっと、まあ、えっ、ー、と、初心者の、えー、さん登壇初心者さんのセッションみたいな形で、えっと、これからセッションいろんなところで登壇してみたいっていう人の、えっと、登壇、 ましてもらったりとか、まあ飛び込み LTO その場で、えっ、ー、と募集したりしています。えっ、ー、と、まあ、会として、黙々会なんですけども、まあ、オーガナイザーの方が、あの、すべて作らない、えっ、ー、と、まあ、交流してくださいねって言わなくても、参加者さん同士、メンバーさん同士で盛り上がるっていうことが結構あるので、まあ、自由な雰囲気で、あの、何してもいいですよ、みたいな形で、黙々会っていう形をしています。で、まあ、中には、まあ、うるさくて集中。 して、黙々できないっていう、えー、意見もちらっと聞いたりはするんですけれども、まあ、可能な限り集中スペース、ここは黙々しましょうっていうところと雑談スペースを分けて、えっ、ー、と、しています。で、えっ、ー、と、ま、相談会や情報交換会も兼ねているので、基本的には、あの、雑談も OK で質問も OK で、えっ、ー、と、ワイワイしながら、えっ、ー、と、黙々会を行っているっていう形です。であとは、えっ、ー、と、そうですね、初心者会って大変じゃないのっていう形は、あのー、 聞いたり、えーとまあ、その他のオーガナイザーさんとの話もちょっと出てきたりはするんですけれども、オーガナイザーとしてはいろんな人から同じ質問を何度もされることがある形ではあるんですけれども、もうその参加者さん、メンバーさんにとっては大事な1回ということを意識しながら持っておくということで、えーと、しっかり毎回丁寧に回想等するような形を心がけています。でこれも、えーとまあ、僕が個人的に悩んでいるところだったりしたいことっていう形になる。 んですけれども、まあえーとまあ、そのセッションとか、えー、と登壇をしてしまうと、どうしてもセミナー形式のようになってしまって、えーとまあ、メンバーさん、参加者さんのほうは、えーとまあ、どうしても引き戦になってしまったりとか、えーと、勉強しに来てるっていう雰囲気が、えー、出てしまうので、まあ、そのっ、えー、とにしっかり交流をできる時間を持てるようにしたりっていう形をしています。 えっと、大阪のミートアップは、もう参加者さんの、えー、と枠が埋まるのがとても早いので、キャンセル待ちが多く発生してしまうっていうところは、えっ、ー、と、とてもちょっとう、うんうん、申し訳ないなっていう形で思っています。で、まあ、さっきもちょっと,、えー、とお伝えしたんですけども、その分、やっぱり会場選びが難しくて、大きいところおにすると、まあ、料金が安くな、いいところを探してしまうと、えっ、ー、と、 Wi-Fi とか電源がなかったりとかっていうところで、ち、まあ、っちゃいところだとキャンセル待ちが出てしまうみたいなところが、えっ、ー、と、悩ましいなと思っています。あと、個人的には交流できる時間をもっと増やしたいとか、逆に今は、その大阪っていう大きな枠で、大阪もまあ,ある程度広い県ではあるんですけれども、その大阪で一つの、えっ、ー、と、ひらかが開催してないので、一つの、えっ、ー、と、大阪っていう枠になってしまってるので、もっとなんかいろんなところでできたらいいなとか、えっ、ー、と、 まあとは、ワードプレスを使用して制作している人の話っていうのはまあ参加してもらったりして、よく聞くかなっていう思うんですけど、それ以外のえと制作していないえ人以外にも来てもらいたいなっていうのは今後の課題かなと思っています。 えっと、まあ、それと同じようなことではあるんですけれども、活用事例っていうところで、その、えっ、ー、と、ワードプレスで制作している人の活用事例じゃなくて、えっ、ー、と、ワードプレスを使って何か自分のサービスを立ち上げているであったりとか、ワードプレスを使って、えっ、ー、と、何か、えー、ブログを書いてるみたいな人の活用事例を聞きたいんですけれども、まあ、そういう人の、まあ、登壇だったり参加のハードルがちょっと高いと思われているかもしれないなっていうところは解決していきたいなと思ってます。 えっと、関西としてはフォトウォーク過去に1回しかできてなくて、ブログを書く回ももう、えっ、ー、と、コロナより前ぐらいしかできてないと思うので、そういう回は今後も増やしていきたいなとか、フォトウォークしながらプロフィール用の写真撮ってもらう回があってもいいかなとか、えっ、ー、と、サイト、ブログのハンズオンとかっていうのが今最近はもう本当に企画の登壇回と、えっ、ー、と、黙々回しかできてないので、えー、そういうところは、えっ、ー、と、ハンズオンとかも最近したいなと思っています。 えっと、まあ、黙々会も、その、今のところはテーマとしては決まっていない、もう本当に自由に、えっ、ー、と、まあ、ワードプレスに関わることだったらっていうのは一応つけてはいるものの自由な形で黙々会しているので、えっ、ー、と、ま、コントリビュータデーでみたいな、あのー、コントリビューみたいなことはミートマップでもしたいなと、ワードプレスに貢献できるような時間はちょっと作っていきたいなとか。 思っていますで、まあ、今日この場に僕は呼んでいただけてすごい嬉しいなと思ったんですけど、他の,あのミートアップのオーガナイザーさんと普段交流できる場所がないので、とてもありがたいなと思いました。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。えっ、ー、と、はい、言ってうちに1時間になってしまったです、ね。み <laughs> ません。いやいやいや、大丈夫です。<laughs> 本当に盛りだくさんなんであの、この1回閉めた後にまたちょっとお話できればなと思います。はい。えー すいません、なんか、あの、突っ込めなくてすいませんが <laughs> いい、ね、パカッと。はい、終わる。えー、っと、最後の方に行きたいと思います。はい、これがじゃあ、ちょっと最後に行きますので、えー、お知らせということで、えー、関西ありますので、えー、こちらでお会いできる方は、ぜひ、もう一回最後に、すいません、えー、22日に、先ほどちょっと URL が間違ってたんで、はい、こちらの方になりました。あ、こちらじゃないや、これは間違っています。 えー、貼っていいただきまますす <laughs> ありがとうございますでアンケートというのがありまして、えー、毎回ですね、このネクストジェネレーションイベントっていう、次世代イベントっていうのでやってるんですけども、えー、アンケートを取ってくださいというお知らせがあったので、えー、今取っていますので、えー、よかったらフィードバックください。ここにいただいた方も、この会に関してフィードバックいただけるとありがたいです。<laughs> ということで、記念撮影をさせていただければ、もし顔出し大丈夫な方は、 どうぞ、お願いします。えー、っと、まずはギャラーリーに、お願いします。ギャラーリーにして、取れるかな<お>えっ、ー、と、また、誰か取ってください誰。誰か誰か、誰か誰か、取るの、ないといますか取 <laughs> いい、ね、りましょうか。<お>うまく取れるかなはい。 じゃあえ取り取りますよっていいんだっけ <laughs> <laughs> じゃ<あ>はい,はい取るのではい、はい、取ります、えー、ちょっとなんかうまくいってるかどうかわかんないんでもう一回いきます取っ <laughs> <laughs> <laughs>、はい、もう一回取りますはい取りました <laughs> あ取ったけどあのなんか あのあ<れ> 1> 他1名が手を挙げましたとかっていう文字が入ってるかもしれないです。<laughs> 手を挙げちゃだめかもしれないですね。手を挙げないほうがいいかもしれない。いや、はい、まあ,あの、それも愛嬌ということで。ありがとうございました。えっと、時間なので、もしあのもう行かなきゃって方は一回閉めますということで、本当に今日はどうもありがとうございました。もう盛りだくさんで、めちゃくちゃあの充実していまして、ありがたいです。 でえー、もうちょっとで、全然ディスカッションの時間は間で取れなかったので、えー、よかったらまだお話したいなっていう方は残っていただいて、えー、今までちょっと出たお話とかもしてもいいですし、もしあの、別れて話したいなっていう欲ありましたら、あの、全然、なんですかね、ルームに別れたりとかもありですし、まあ、どうですかね。皆様。じゃあ。